皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2000年公開の、60 Seconds。現代、ゴーン・イン・60 Seconds。監督はドミニク・セナ。脚本はスコット・ローゼンバーグ。主な出演は、ニコラス・ケイジ、アンジェリーナ・ジョリー、ジョバンニ・リビシ、など。60秒でどんな車でも痕跡一つ残さずに盗み出すという、伝説のエキスパートであるメンフィス。すでに足を洗っていた彼だったが、巨大な組織から弟の命を救うため、24時間以内に高級車を50台盗むという仕事を引き受けてしまう。というストーリー。バニシング・イン・60 Seconds のリメイク作品だが、とにかく主演のニコラス・ケイジと車以外はおまけでしかない本作。24時間で50台の名車を盗むという設定以外は、後から取ってつけたような感じで、ストーリーにこれといった工夫がなく展開もなんだか強引。せっかく揃えた個性的な豪華キャストがあまり活かされずに脇役扱いなのが残念。唯一、クライマックスの壮絶なカーチェイスは見物。ということで、評価は。Thumbs down.